エミール・アダムはドイツの画家である。馬の絵、騎乗する動物の絵、狩猟の場面などを描いた。有名な競争馬の絵も残した。ミュンヘンに生まれた。祖父のアルブレヒト・アダムは戦争画で知られる画家で、父親のベンノ・アダムは動物画家として知られ、父親の兄弟にも多くの画家がいた。父親と叔父のフランツ・アダムから絵を学んだ。 1860年に17歳でオーストリアの王族カール・ルートビヒ・ホン・エスター・ライヒから馬の絵の注文を受けた。1865年にはブリュッセルに移り人物画の得意なジャン・フランソワ・ポルテールに学んだ。1867年にボヘミアのパルデヴィツェに移り、パルデヴィツェの狩猟クラブの人々を描いた。1870年にもナッサウ広告、ナッサウ公の依頼で、 多くの貴族が参加した狩りの情景を描いた大作を描いた。この作品では父親が風景や猟犬を描いた。1886年から毎年数ヶ月をイギリスで活動し優れた決闘の競争場を描いた。これらの絵はウェストミンスター公爵などに買い取られ、イギリス、ニューマーケットの英国ジョッキークラブや黄色美術館に展示されている。 息子のリヒャルト・ベン・ノ・アダムも画家になった。アダン、ミュンヘナー・マラー・ファムリーに、ベン・ナンバー・イン、メイヤーズ・コンバーセシャンズ・レキシーコン、4、アウフラーゲ、バンド1、バーラフ・デ・ビブリア・グラフィス・ケン・インスティトゥーツ、ライプツヒ、ウィーン1885-1892、S102、エミール・アダン、イン、 ブロックハウス・コンバーセシャンズ・レキシコン1894-1896-1バンド S127-128 アダン・エミール・インフリードリ・ヒホン・ベティカーマラー・ワーカデ19ヤーフン・ダーツビトラグ・ツア・カンスト・ガシクトバンド1-1ボーゲン130エイガード・ハイデック FR ブイ・ベティカー S ・バーラグドレスゲン1891 s 1 6十7ハインディヒポールマンアダンエミールインウルリヒティムフェリックスベッカーアルゲマインズレキシーコンデアビルデンドンカンストラーフォンデアアンチケビスツアギャガンバートビグランデットフォンウルリヒティムウントフェリックスベッカーバンドイチ、AAA、アントニオデマラーグルビルヘルムエンガルマンライプツヒ1907 S60 ありがとうございます